1976年の札幌市場駅と周囲750メートル範囲。左が、小樽方面。上、札幌線新戸塚川方面。右上に、札幌競馬場のパドック。右端に、総園駅構内端が見える。中央下側に見える札幌市場の2つの縦屋間に、当駅が設けられ、本線脇の側線から、スイッチバック上に折り返して、 引っ込め線が向かう。その手前に手に、すでに役目を終えて一部駐車場に転用されている、総延駅管轄の貯炭上には、まだ2本ずつ陸上高架山橋と引っ込め線が放置されている。左上の踏切は、通称、宮の森北24条2で、その南側の線稽古の見える一角は、安数車両である。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成札幌市場駅は、1959年から1978年まで、北海道札幌市に設けられた、日本国有鉄道函館本線の駅である。総延駅から、札幌市中央卸売市場に引き込んだ線路に、設けられた、貨物駅であった。1959年に、 札幌市中央卸売市場が設立された時、この市場のために、隣の総園駅から 1.6km の短い線路を引き入れ、貨物駅を置いた。全国から札幌向けに送られた野菜、果物、水産物を乗せた貨車を受け入れた。また市場でばけなかった水産物が札幌から転送された。取扱量は1965年が最大で、 15万2000トンに達した。その後はトラックに押され、1970年代に落ち込んだ。札幌市内の鉄道高架工事に伴い、廃止が決定された。以前は、航空写真でも引っ込め線跡が確認できたが、現在は跡形もない。現在は、北海道赤十字血液センターが立つ。ありがとうございます。